島根丸改造空母とは、多艦主や商船等を航空母艦に改造した艦船の総称である。航空母艦という艦種が出現する以前第一次世界大戦においては既存の軍艦や商船を小改造して水蒸気を運用することが行われ、航空母艦の開発自体も多艦主の改造から始まった。ワシントン海軍軍縮条約の結果、巡洋戦艦や 大型軽巡洋艦の空母への転用が認められているが、いずれも排水量に基づく溶石と本来の艦種における高速力が艦上機の発着に有利であったためである。これらは海軍の主戦力と認められ、機動力に優れることから当初から空母として建造されたものと合わせて艦隊空母とも呼ばれる。日本海軍においては他艦種の軍艦から改造したものを 改造空母、商船を改造したものを特設空母、当初から空母として完成させたものは正規空母と呼称した。これは軍縮条約における空母の保有制限に端を発する。ワシントン軍縮条約においては制限外とされた排水量1万トン以下の空母を造成する目論みはロンドン条約において制限の対象となったことから、 開戦後に短期間で空母に改造できる艦を事前に建造するというアイデアへ転換した。言い換えれば、平時から条約制限内の空母として公表できるものが正規空母であり、戦時における空母の造成を図ることを秘匿しつつ、平時から条約制限外の改造元として、あらかじめ軍艦あるいは商船を建造し、かつ、それを空母へ改造したものが、 日本海軍における正規空母以外となる。これらは艦の出自を区別するものではあるが、日本海軍の公式な艦種においては航空母艦しかないため、収益後は当初から空母として建造されたものも、商船を改造したものも、軍艦席においては同一の航空母艦であった。第二次世界大戦の直前から戦時中にかけて航空戦力不足を補うため、 あるいは短期間で空母を取得することを意図して多艦種や商船等を航空母艦に改造することは各国で行われた。第二次世界大戦の開戦後にアメリカ海軍やイギリス海軍では多数の護衛空母が収益した。これらは商船を改造あるいは商船の船頭を流用したことで知られるが実際に完成している商船から改造工事を行ったものは一部で、 ほとんどの艦は建造途中で、護衛空母に切り替えられるか、新規の護衛空母として建造された。護衛空母は高速力の発揮はできなかったが、カタパルトを装備することによって、大型機の運用にも耐え、また低速であるがゆえに高価で製造に、手間のかかる大出力が不要であることも、大量建造に有利に働き、戦争に勝利する原動力とも評された。 一方、大日本帝国海軍では、建造に際して補助金を交付した商船からの、改造艦で劣勢な空母戦力を補うことを意図、したが、カタパルトの開発に失敗したことも、相まって、商船としては高速であっても大型化する、艦上機を運用するには、速度が不十分であることから期待した戦力とするには、足らず、実際には、航空機輸送などに用いられることとなった。 費用型2隻は、柏原丸級か客船を出自とするが、艦隊型軽空母として建造された、コロッサス級よりも大型、高速であり、当初から空母として建造された、正規空母に押して、戦火を上げた。艦種を変えず艦隊の一部を改造して、航空機運用能力をつけたものは別の通称があり、航空戦艦、航空巡洋艦と呼ばれる。大日本帝国。 アメリカ合衆国イギリスフランスドイツ国イタリア王国。ありがとうございます。